メフメト6世は、オスマン帝国の第36代の皇帝。第31代皇帝アブデュルメジト1世の子。第33代皇帝ムラト5世。第34代皇帝アブデュルハミト2世。第35代皇帝メフメト5世の弟。1861年1月、イスタンブールのドルマフチェ宮廷で生まれた。署名はバヒデッティン。バヒデッティンの父のアブデュルメジト1世は、生後5ヶ月で死去し母も4歳の時に亡くなったため、ママ母のジェーステハヌムに育てられ、彼女から教育を受けた。16歳の頃3人の使用人と共に、ママ母の家を去り、兄のアブデュルハミト2世の宮殿に移り住んだ。若い頃のバヒデッティンの親しい友人に、いとこのアブデュルメジトがいたが、数年後、喧嘩をしたため、不仲となった。バヒデッティンは、宮廷では多くの本を読み、芸術、書道、音楽に興味を持った。やがて彼はスーフィズムにも興味を持ち、イスラム法学、コーランの解釈をマドラサでアラビア語で受講した。バヒデッティンは、巫女時代からアブデュルハミト2世と同じ屋根の下で過ごしたため、アブデュルハミトの思想に影響され、それが後に、青年トルコ人に対する憎悪につながることとなった。1918年7月、兄メフメト5世の死去により後を継いで即位した。しかし兄と同じく皇帝としての実権はないに等しく、この頃のオスマン帝国は第一次世界大戦で中央同盟国側に組みして戦況不利に陥っていた。1918年10月30日、連合国側とムドロス休戦協定を結んで、オスマン帝国は連合国に降伏し、イスタンブールは連合国に占領されてしまった。この協定によりアルメニア人によるアルメニア共和国が建国されることとなり、オスマン帝国は実質的に滅亡したに等しい状態となってしまった。また、それまで政治の実権を握ってきた統一と進歩委員会は敗戦と同時に解体し、主導者層の多くが国外に逃亡するに至った。そして、このような国家の危機を見たムスタファ・ケマル・パシャらが民族的抵抗運動を開始し、エルズルムやスイバスで東方諸州会議を招集して国民盟約を作り上げたのである。メフメト6世1919年、ギリシャがアナトリアの支配を目論んでトルコ領のイズミルに出兵し、木戸戦争が勃発した。これに対して、ムスタファ・ケマルは徹底抗戦し、1920年4月には、ムスタファ・ケマル一派により、大国民議会が結成された。しかし、メフメト6世はこれを承認せず、逆に、ムスタファ・ケマルを逆賊として死刑にするように宣告した上で、カリフ擁護軍と呼ばれる部隊を組織して、ムスタファ・ケマル一派の鎮圧に乗り出すなどの抵抗を示した。8月には、セーブル条約が結ばれたが、ムスタファ・ケマルは、この批准に反対し、国家を救うために、独自の行動を取り始める。アナトリアに進撃して、ギリシア軍を破り、次いで、アルメニア人を弾圧、虐殺した。1921年には、アナトリア西部に進出して、ギリシア軍を再度破り、1922年には、イズミルをギリシアから奪い返すに至ったのである。これにより、木戸戦争はトルコの勝利で終わった。1922年11月、ドルマバフチェ宮殿の裏口を出るメフメト6世。この写真から数日後、イギリスの軍艦でサンレモに亡命した。そして、1922年11月1日、トルコ革命が発生し、ムスタファ・ケマルは大国民議会をアンカラに招集して、帝政の廃止を宣言する。廃帝となった。メフメト6世にはこれに抗する術はなく、17日にイギリスの軍艦でマルタへ亡命した。ここに623年間続いたオスマン帝国は滅亡するところとなり、ムスタファ・ケマルは大統領に就任し、トルコ共和国が成立するに至ったのであった。1926年5月16日、メフメト6世はイタリアのサンレモで65歳で死去した。遺骸は、ダマスカスのテキーイエモスクの中庭に埋葬された。ありがとうございます。